皆さんこんにちは、なかなかチャンネルのエマとハティです。グッドボタン押してね。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はなかなかちが持ってる、たくさん持ってるキャンプブラウンシリーズ第2弾です。僕のチャムス、イエーイ。ということで早速紹介していきます。まずこちらフォールダブルボックス、 L サイズの鴨柄です。鴨柄っていうのは鴨がいっぱいいるんじゃなくてカモフラージュ柄っていうことで鴨柄ですね。そういうこと、うん、鴨が足悪かったと思ってました最初。こちらは大型収納ボックスなのですごくいっぱい入るし、で周りがジョーン、ちょっと言って、あ、ごめんなさい、ジョーン。あと中も大きいから最初に出てきたようにすごく入れる余裕で、幅が広いので長いものも収納できて、この脚立ですね、この脚立をタケルの上にかぶせましょう。イエーイ。どいて、ごめんなさい。今温泉楽しんでた。もうちょっと余白があるぐらいで余裕で余裕入りますね。これ大きいのでちょっといっぱい入れすぎると重くて運べないのでそこは注意点です。なるべく軽くて大きいものを、うん、だからシェラフとか寝袋とか入れてます、ね、ブランケットとかね。次はですねマルチハードケース、ルビーバルマ、こちらです。どどんどどん、色違い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 、こっちエマが可愛いって思って買ったので、こっちパパの好きな色です。ほら見て、こっちはね今でカーキベージュ、あとねこの後ろにね足跡のマークがあるんです。可愛いよね、可愛い可愛い。で中が結構ふわふわなのでカーキのやつは今コーヒーセットを入れてます。こっちはランタン、抹茶も入ってで黒の方はランタン、ランタン LED ランタンも入れて、まあ壊れやすいものね。本当に中がふわふわなんでクッションがついてるので割れやすい。あと仕切りもあるのでね、自分でつけたりすることもできます。でちなみにこれはサイズが SML あるんですけど、これは M サイズ。ここの正面にねブービーバードとチャムスって書いてあるんですよ。そこもまたブランドが分かっているよね。トランクカードに縦に2つ積むとぴったりサイズになります。はい、じゃあ次はムック本についてたやつなんですけど、折りたたみミニボックスです。DOD の似てるやつもこの前紹介したんですけど、これはこうやって使うものです。なんかハマったんだけど、ちょっとよし、じゃあこれは何に使ってますか？ね、石鹸入れ、違うティッシュとか入れる。机にティッシュとかウェットティッシュとか、あの小物、あの消毒とかそういうものを入れてます。はい、次はねポップアップテントですね、はい、これそんな詳しくやらなくて、もうこれのちゃんとしたのつい最近紹介したばっかりですけどね、はい、これね本当に人気があってね、僕がジャマス好きだからママが僕のために買ってくれたんだよ。泣いてませんから。じゃあ次まだ使ってないからね、外で。うん、中でこの前タケルが寝ました。綺麗。次はですね、ツールケースですね。はい、あの止水のアウトレットに行った時に買いました。はい。はい、穴開いてます。すいません。ここにはね、いろいろ入って、あの手袋とか。あとはなんか小さい折りたたみのナイフとかライターとかそういうものを入れてます。あとちっちゃいトングとかね、トングちゃん
着火剤とかね、あと色変わるやつとか、色変わるやつ、だから焚き火の近くで使うものを結構入れてるから、焚き火の近くに置いてたら穴開きましたしかも結構大きい穴だし、でっかく派手に開きました、派手に開きましたね。そうだからね、可愛いんだけどちょっとそういう生地はそういう丈夫なやつじゃないから気をつけないといけない。でも可愛いよね。可愛いし使いやすいからね、うん。じゃあ次はですね、バッテリーケースですね。バッテリーって何？パパが会社に持ってたりとか、あの充電の線を入れて、あのキャンプの時も使ってます。あのモバイルバッテリーとか、Bluetooth のイヤホンとかも入ってます。次はね、ムック本についてたミニフライパンですね。で結構使ったのでね、カズさん、そうカズさんオートキャンプ場の時も使いました。あとね、これただの丸だと思うんだよね、横にこういうのがついててね、こうやってフライパンになるんですよ。フライパンになるんですよってフライパンなんだけど、フライパンになっちゃうんですよねでもチャムスってスキレットとか、ホットサンドメーカーとか結構有名で持ってる人多いけど、そういうのは残念ながらうちは持ってないですね。ホットサンドメーカー、次はね、ショルダーバッグですね。でこれはいつも普段パパが使っています。普段着に着てますね。これもアウトレットで買います、シスイの。これ可愛いですね、色も可愛いし、ね、触り心地がいいです。はい、次はですね、タケルのスイカ入れにしているバスケースです。見せてください。スイカは入れられないけどね。でこれチャムスって書いてあるんですけど、柄はどんな感じですか？黒とグレーで小さくチャムスってたまに書いてある。絵なんか多分見えないと思うんだけど、小さくチャムスって書いてある。書いてある。あ、本当だね。こういう感じでいろんなところに書いてある。しましまみたいな感じの柄ですね。そう、お出かけするときはね、いつもでも結構忘れるときある。カード入れるところは透明になっています。ここにこうやって、ね、指突っ込めるからこれエコバッグ。これね、チャムスって書いてあるんだけど、アウトダーデイジャパンの時にチャムスのお店行ってね、もらっちゃったのよ。もらってないですよ、買ってるから。あ、買ってるあ、で、あ、チアムスって書いてある。あと下に OK 次ね、ブービーワードのぬいぐるみ。でも表参道で買いました、アウトダーデイジャパンの帰りにね。はい、そうなんす。かわいいねはい、次はガチャガチャのやつですね。これはアルペンで、奇跡のなんとコンプリートした。ああ、そうだそうだ、全然かぶらずにね。そうこれね、いろいろとセットでついてるんですよ。目玉焼きとスキレット、はい、これをこうやって塗っててね、ホットサンドメーカーとホットサンドです。これはね、裏表柄が違って可愛いです。はい、お皿、おさらいましょうね。ちゃんと先っちょができてるんですよ。ブービー、コックさんの服を着てる、はい、ブービーバードです。あとね、赤いスキレットを持っています。あと一つ一つにね、チャムスって書いてある。めっちゃボケてるピンボケしてる。まあこんな感じかな、こんな感じね。うん、最後にパパとタケルです。これパパのやつです。で、こちらはタケルくんの半袖 T シャツと長袖 T シャツ T これはね、同じ色です。はい、お揃い。僕の着てる服はね、お店で買って、で、この服は謎の場所で買った。アウトレットで買ったアウトレット、シスの、うん、まあそちらの動画も見てくださいね。はい、ということでね、チャムスはすごく可愛いやつがいっぱいありました、ね、色それぞれで可愛いし、
で、このなんか表参道に行った時のカタログを見てみると欲しいものばっかりでね、かわいい服がいっぱい載っています。なのでぜひいっぱいチャムス買ってみてください。バイバイ、また見てね。バイバイ。あとチャムスは色それぞれがあってとても楽しくなれるキャンプブランドですね。はい、バイバイ、また見てね。僕も買ってみてね。